はい、こんにちは。今回は貫谷田さんの本をご紹介します。はい、まず貫谷田さんっていうのが誰なのかというとですね、コアなジブリファンの方はね、もうジブリ汗まみれを聞いてね、貫谷田さんのことを十分ご存知かと思うんですが、鈴木敏夫さんのお友達なんですね。タイ人のお友達、実はスタジオジブリとは何の関係もない人なんですけど、最近のジブリ関連本にはね、よくね名前が登場するんですね、貫谷田さんは。まず鈴木さんのどういったお友達なのかというと、貫谷田さんはね、鈴木さんと同じマンションに住んでたらしいんですね、もともとね。それで偶然エレベーターで出会った時に、鈴木敏夫さんが貫谷田さんに声をかけたと。そこから仲良くなって、現在に至るまで関係が続いていて、最近ではスタジオジブリの本にねよく登場するわけですね。登場するといってもね、貫谷田さん自身が出るわけではなくて、貫谷田さんの携わった本が登場してるんですね。その貫谷田さんなんですけど、鈴木さんがねエレベーターで声をかけたということがきっかけで仲良くなるわけですが、その貫谷田さんは何をされてる方かというと、もともとね出稼ぎで日本に来られてたらしいんですね。それで仕事をするために日本に来ていたわけなんですけど、そう簡単に仕事の方もうまくいかなかったと。そういったこともあってね、タイに帰ったらしいんですね。タイに帰ったんですけど、そこで鈴木さんとの関係も終わらずに、鈴木さんがねタイに遊びに行ったりもして関係が続いたんですね。そういったお話っていうのはね、このね鈴木敏夫さんが書いたノンフィクション小説南の国の貫谷田にね、貫谷田さんとのエピソードがね書かれているので、よかったらこれをね読んでみてください。そのね貫谷田さんと鈴木さんとのエピソードがね細かく書かれてるんですけど、よくねこの偶然出会った人とここまで仲良くなるなっていう風にね思いましたね。この小説にも書かれてるんですけど、鈴木さんってね安田道夫さんっていう女優の方が好きだったらしくて、その若かりしね安田道夫さんに貫谷田さんが似ていたっていうことでね書いてあるんですね。それで出稼ぎに来たね貫谷田さんがね、仕事がそううまくいかずタイに帰ったわけなんですけど、貫谷田さんっていうのはシングルマザーなわけなんですよ。それなんで生活をなんとかやっていかなければいけないというところで、鈴木さんがね協力するんですね。これをやったらね仕事がうまくいくんじゃないかということを、貫谷田さんが生活できるようにやっていこうとするわけですけど、その詳細のエピソードはこちらをご覧ください。以前ねタイにメイのレストランっていうねスタジオジブリ公認のレストランがオープンしたことあるんですけど、それきっとご存知の方も多いと思うんですけど、そういった話もねこの実はね貫谷田さんと関係があるんですね。それで現在貫谷田さんは何をしているかっていうと、先ほど言ったようにジブリの本にねたくさん携わってるんですね。はい、こちら、これはどこから来たのかどこへ行くのか五郎はっていうね、宮崎五郎監督のねほとんど写真集みたいな本なんですね。でこの五郎監督の写真を撮ったのが貫谷田さんなんですね。現在貫谷田さんはカメラマンとして活動されています。でこの帯にね二人だけに見せた素顔って書いてあるじゃないですか。このね二人っていうのは貫谷田さんと上野千鶴子さんなんですね。この本は五郎監督の写真集みたいになってるんですけど、巻末の方に上野千鶴子さんと五郎監督の対談も収録されているので、その二人なんですね、貫谷田さんと上野千鶴子さん。五郎監督のね写真が本当盛りだくさんでたくさん掲載されてるんですけど、それとともにねタイのね格言みたいなのも掲載されてます。そのね言葉のチョイスをねきっと貫谷田さんがしたんだと思います。ちょっとというかねかなり珍しい本ですよ。宮崎五郎監督のね写真集ですからね。あとねその最近の五郎さんだけじゃなくて、五郎監督がね子供の頃宮崎駿監督とね手をつないだ写真っていうのも、1枚だけ掲載されてます。かなり貴重ですよね。タイのね格言みたいなのもねいいんですよね。結構ね、苦しみはいつか終わる、繰り返し繰り返し考えさえしなければとかね。はい、そして次の貫谷田さんが携わった本はこちら、ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言ですね。これはね鈴木さんがこれまでに話した言葉をチョイスした名言本ですね。この名言本にですね、ところどころ貫谷田さんが撮影した写真が掲載されてるんですね。その写真はタイで撮ったものなので、これね貫谷田さんのね息子さんらしいんですよ。この表紙は違うかな、表紙は息子さんじゃないかもしれないですけど、ところどころこの写真の中に息子さんの写真が出てくるんですね。鈴木さんはこの本を作る上でね、その言葉だけが載っかってるんじゃなくって、写真も載ってると、ちょっとね豪華な本になるんじゃないかっていうことで、貫谷田さんの写真を載せることを決めたらしいですね。これはね今までに鈴木さんが本で書いたことやジブリ汗まみれで話したことの、その印象深い言葉とかねちょっと面白いエピソードなんかが選ばれて載っかってるわけですね。それなんでね結構面白いですよ。気軽に読めるというか、鈴木さんの言葉にね注目されてる方はよかったらこれは買ってみてください。ここにも書いてありますね、写真貫谷田。はい、そして現在写真家として活動されている貫谷田さんなんですけど、写真集を出したのがはいこちら、
貫谷田さんの初写真集というか、まあ、本格的写真が掲載されたのがこのジブリ美術館物語です。このサイズかなり大きいですよね。こんだけでっかいサイズのねジブリ美術館が掲載された本っていうのはね、これは初めてなので、本格的写真集としてねジブリ美術館の本が出たのはね良かったなというふうに思います。これ発売した時にね鈴木敏夫さんと貫谷田さんのねサイン会があったんですよ。それでその時にお二人にサインいただきました。まあ、これはね割と最近撮られたジブリ美術館の写真なんですけど、結構ねローアングルで撮ってる写真が多いなと思いました。ロボット兵なんかをね下から煽りで撮ってるって、あの撮り方ね僕もよくやるんですよ。それでなんか、あ、わかるわかるって感じがありますね。こういう風に撮りたくなるよねっていう。ちなみにこれね貫谷田さんっていつも iPhone で撮ってるらしいです。 iPhone はね、まあ、カメラの性能がいいってことでね有名ですからね。ジブリ美術館のね写真集って、まあ唯一これだけなのでね、美術館の写真をしょっちゅう見たい方はこれを買ってみてはいかがでしょうか。やっぱこんぐらい大きいサイズなんでね、すごく見やすくていいですよ。はい、そして最後にご紹介するのがこちら。これはね最近発売した貫谷田さんの写真集ですね。ジブリ美術館とか、まあ、これスタジオジブリね関係のない貫谷田さんのオリジナルの写真集です。貫谷田っていうねタイトルの写真集なんですよ。貫谷田さんが現在住んでる、まあ、タイのねパクトンチャイっていう町に住んでるらしいんですけど、まあ、そこで撮った写真が収められています。まあ、実はねその写真ってねジブリがね発売してるフリーペーパーのね熱風に毎月1枚ずつね掲載されてるんですね。それをまとめたのが、まあ、この写真集です。でこの写真集っていうのは発売したのが4月だったかな、4月かなんかに発売したと思うんですけど、その時はね専門の通販サイトからじゃないとね買えないようになってたんですけど、まあ、現在はね Amazon や楽天ブックスでも買えるのでね気軽に購入することができます。で、まあこのね想定を見ても分かる通りめちゃくちゃシンプルなんですよね。何にもない真っ白なところに貫谷田って書いてあるだけじゃないですか。写真を見せることだけに特化した本って感じですね。これはこれね結構驚きますよ。例えば1ページだけちょっと見せても大丈夫かな。こういう風に写真が載ってるんですけど片面白紙なんですよ。これかなり驚きません？写真集って僕もねいくつか持ってますけど片面白色ってね初めてですね。何かしら印刷はしてありますよ、大体文字にしろ。それなんですけども、これ片面真っ白でその写真1枚だけをね見せるために、その写真に集中させるためのね本なんですよね。これねこれびっくりしましたね。これ最初ねこれあれ印刷ミスなんじゃないかってねちょっと思ったぐらいですよ。今までになかったですからね片面白って。まあでもこれはまあ意図的にそういう風にやってるんですよね。それなんでかなりまあ贅沢な写真集っていう風に言えると思いますね、これは。それからまあこれ熱風に掲載されてたんですけど、その熱風に載ってた時っていうのは、まあ、これも熱風に載ってるね貫谷田さんの写真なんですけど、まあ、こういう風に写真が1枚載ってて、毎回この裏にねコメントが、コメントというかね格言みたいなのが掲載されてるんですよ。まあ、こういう言葉がね毎回あいいなという風には思ってたんですけど、まあ、この言葉はねこの写真集の中ではかなり厳選されてます。まあ、厳選されてるっていうか、まあ、ほとんどねないですね。少しだけあるんですけどほとんど省かれてしまって、まあ、写真だけに特化した本になりましたね。だから言葉にも意識を持っていかせず、見開きで両ページには写真を載せず1枚の写真だけに集中させるっていう、そういったまあ究極の写真集じゃないですかね。あ、それでまあこれジブリとは関係はないんですけど、まあこれ発行人がまあ鈴木敏夫さんになっていて、まあ、鈴木敏夫さんのコメントもね巻末に寄せられているので、まあ、ジブリが好きな人もねぜひ買ってみてください。ジブリとは関係はないんですけど、まあ、鈴木さんのコメントが載っているので。ただね欲を言えばね僕はねこれぐらいのサイズが欲しかったですね。このジブリ美術館物語ぐらいの、まあ、これぐらい大きいとねやっぱりね写真ってね見栄えが良いんですよね。このサイズだとちょっと小さいなとは思ったんですけど、まあただね大きくすると価格もそれだけ高くなってしまうし、まあちょっと難しいところもあるのかもしれないですけどね。幼少だとねこのジブリ美術館物語ぐらいのねこの大きいサイズの写真集ってたくさんあるんですよ。日本だとねそんなにないんですけど、できれば大きいの欲しかったなーなんていうふうには思いました。はい、ということで今回は貫谷田さんの本のご紹介でした。そういえばずいぶん前ですけどね貫谷田さんがねなんか着物を着ていた写真家なんかをね宮崎駿監督が見てね、この人の立ち方いいねみたいなことを言って、現在作ってる宮崎監督のあの君たちはどう生きるかでね参考にしたなんて話もしてましたね。まあ、モデルって言っていいかどうかわかんないですけど、まあ、宮崎監督の作品の中ではね参考にはされてるらしいですよ。立ち姿か歩き姿かなんかでね参考にされた絵が登場するんじゃないでしょうか。まあ、その宮崎監督のね作品がいつ公開されるんだって話でもありますけど。はい、そんなわけで今回は貫谷田さんの本の紹介でした。これだけたくさんあります。南の国の貫谷田、まあこれはね鈴木敏夫さんが一人で書いた本ですけど、貫谷田さんが主題ですね。それで鈴木さんに聞いた仕事の名言、どこから来たのかどこへ行くのか五郎は、でジブリ美術館物語で貫谷田ですね。
はい、興味のあるものがあったらよかったら買ってみてください。まあ、おそらくね、このカンヤダっていうこの写真集なんてね、そのうちまあ絶版になってしまって入手困難になるんじゃないかななんて思うので、本はいつ買えなくなるかわからないのでね、気になるものがあったらお早めに。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。